はい、ということでね、この前に車掌シミュレーターやってたんですけど、なんか動画がね、俺の顔映りまくりだったのでやめました。ということで、カツサンド食べました。エビカツサンドですね。美味しかったです。さあ、そしてリニア感を後にします。ということで、今リニア鉄とか出てきましたけど、これからね、緊張太、また行っちゃった俺。緊張太行きます、また行っちゃった。なんでや、お前。1年前もそういうミスしてるだろ。はい、リナイに行きます。さあ、ということで、緊張太を、をね、近所ふとに行くためにこちらに行きましょう。大波線でございます。さあ、やっぱりリニア感といえばこの車両でね、行くというのがやはり皆さんはおなじみなんじゃないかなと思います。とこいいね、この撮り方好きでございます。さあ、そして近所ふとを発車していきます。この穴見線はね、ワンマウンテンということで自動放送があります。お待たせいたしました。この列車は普通名古屋行きです。次は野関です。 Thank you for waiting. This is a local train bound for 名古屋。 The next stop is 野関 AN10。さあ、ということで、青波線は昔とね、英語放送が変わっておりますけど、どっちの方がね、好きですか？私はね、昔の方が好きです。ということで、近所ふとを後にしていきます。さあ、海が見えます。やっぱ長野県にはね、海がないので、海を見るとね、都会に来たって感じがしますね。さあ、そしてバスに乗ってね、次の目的地行きましょう。次に続く。水平線で描いた幼い頃に夢見た景色に思わず手を伸ばした。一粒落とした海に浮いた宝物、ひたすら探した心の無言状態を裸足のままで漂いかけてた。その一線を引く雲をなぞった。水平線で描いた幼い頃に夢見た景色に思わず手を伸ばした。